はい、ヒロミです。今回もポケモン XD 闇の風ダークルギア実況プレイを続きやっていきたいと思います。前回は、シャドウの本拠地に乗り込んだところまで来ましたので、ここまで続きやっていきましょう。攻略編ですね。やっぱりゲットね。どっから出てきたんや。毎回やねんけど。なんか、シャドウ戦闘員専用のワープ、ではできるかな。はい、やりました。ダークスもいなかったですね。誰に謝ってる？ボスかな？あ、もう今ミラーボ大丈夫です。間に合ってます。なんか、寝てるけど、大丈夫。この方々は？明らかに正面向いてたけど、スルーでよかったから。なるほど。そう、和の国的な感じなんかな。研究員でバトルしなくていいのは結構楽だな。ありがたい。なんか何がなんか重要なんかな。嬉しい。すいません。はい。いや、邪魔しに来たんですよ。わかるでしょう。お決まりの展開ですよ。ダークストロン、ガルーラか。わあ、倒して、構えようかな。ハイパーボール。で、いいでしょう。まあ、せっかく5本拾ったんで、使ってみましょう。タイマーボールはね、後々に取っておきたいんで。取った。あ、こいつもか。面倒だな。どうしようかな。紙ってさ、一撃とかじゃないかな。耐えるかな。一撃とか耐えてもしても、急所はダメよ。まあいいや。まあ、ここまで来るだけあるでしょ。なんかあるんだろう。ライン。いや、どん底に落とし入れられたことがないんですけど、逆に絶望を与えてあげたぜ。何が入ってんだろう。ありがたいね。最終アイテムがあればより使ったんですけど、帰ってきて上に。
象が見えたぎっているけど何ですか。途中で送ったかな。はは、はい。いや、なるほど。ちょっと空気を読んでほしいんですけど。あ、はい。アドバイス。あ、こうか。かけらに。落としたけど、あれ落とした意味あったんかな。それ以上やりようがないもんな。あー、なるほど。これでマグマは来ないようにするのか。なんかマリオストーリーでさ、こんなギミックあった気がするけど。あー、なるほど、ほっかれるのね。なるほど。いや、そうやけどな。あーって、これであそこのアイテムが手に入るのか。これ戻んないといけないの、面倒だな。でも敵はいなさそうだよね。まあ最後入ろうとしたら、あ、はいはい、空気読んでください、ミラーボさん。で、これでいけるようになるんだよね、アイテムが。白いハーブ、あー、あれか。あ、状態異常になった時に一回だけその状態異常を直すアイテムか。わお。まあそんな気がしたけどね。じゃあ邪魔するだけの存在。あー、まあ溶岩のエリアだからウーバーなんか関係ないかな。こんなんはちょっとだるい。体力のかなですよね。ウーバーに使っちゃおう。モンスターボールに捕まらない可能性があるからな。ヘイ。倒しちゃった。マジか。はい、ありがとうございました。てか、岩がなかったらどうするつもりだったんやろ。はい、ちょっと回復させてきたんで行きましょう。見えづらい。ちょっと
どういうこと？ああ、そういうことか。わかりにくい。こっちは何もないのかな？なさそうだね。うわあ、溶岩が。あ、この中にパイプあったんだ。じゃあ、わざわざパイプ先に行く必要なかったんじゃん。まあいいや。あ、おうおうおう。あ、まあ、結構強いのかな。戦い戦闘員やけど。全然強くなかったし、ダークポケモン持ってなかったです。多分見られてると思います。はい、再び回復をして戻ってきましたので、上に行きたいと思います。もうなんかいっぱいいるなぁ。なんですか？はい。いや、空気読んで。アイテムがいっぱいあるんだけど、買わないといけないんだろうな。そんなもなかった。あ、じゃあ立てられるけど、っていう感じか。ダークポケモン持ってなかったです。レベル上げ要因かな。いや、あなたから勝負仕掛けてきたんですよ。あ、まあ多分なんか初外れと場合そう、はめられたぜ。よし、行きます。ダークキョンかな。あ、二体ともか。モンスターボールでいける気がする。ここまでダメージ減らしたら、いい状態だし。オッケー。モンスターボールでいいってやつだ。ああ、忘れた。いいや。はい。はい、ありがとうございました。こんなに熱くする必要あんのかな。まあいいんですけど。はい。あ、そう、かわいそうに。はい、よろしくお願いします。ちょっと脱水がある可能性があるんで、水分補給してください。
PP の回復は、なんか、PP なんかな？わぁ。あー、なるほど。回復をしてんだよね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、こっちだって、一般トレーニングだなと思わなかったですよ。あ？こっち何なんだろう。あ、こっちなんかアイテムあるのね。なるほど。ポイントアップ。あ、なるほど。待って。あっちには行かれへんのか。ああ、どうやって行くんやろ。ああ、なるほど、そういうことか。ぐるって回んないといけないのね。ああ、通れると思いました。すいません。はい、よろしくお願いします。こいつら、何なんだろう。シャドウと関係あんのかな。意外とノリはいいのか。あ、そうですね、はい。はい。通してください。不毛です、こんなバトルは。君は決して弱くない。俺が強すぎるだけだ。どこ行ったんや。はい、PPA だか。ありがたいね。こっちから行けないんだね。じゃあ、戻りますか。こっから、行けないのか。はい。回復させてもらってきました。はい、はい。同時には、さすがに1対1をどう2回やるのか。はい、シャーレット、ボローニャ。さすがに対戦するかなんだよな、ここまで。あー、こいつは楽しいのか。悪いでしょ、モンスターボールで。なかった。マジか。ああ、きっと。じゃあ、ハイパーボール使いますか。余計なダメージを。じゃあ回復をしたいです。どうかな。ドイツの時にいいか。捕まえやすいぜ、モンスターボールよりも。オッケー。はい、
言われましたもんね。はい、よろしくお願いします。あ、ダークポケモンだな。なんだっけ、サウラーはあれなんですよ、特性級なんだからマス状態にならないので、結構きっちり形は難しいかな。
ち何があるんだろう。さすがにこう動かせないのか。なんもないんかい。はい、なんもなかったんで行きましょう。あ、釣りつけるんだ。なんか戦闘員降ってこなかった。結構奥まで なんですか。めっちゃなんかメール送ってくるやん。おー、なんだおりゃ。あ、なるほど。カラクリやつでさ、あそこすごいよね。はい、タイマーボール、ありがたい。あ、こっちは戻るだけか。じゃあここに敵いなかったな。逆に、わあ、はい、はい、レフルさんよろしくお願いします。
ょう。ハイマーボールの方が今少ないやつになってる気がする。チャンス届いてないんであれやけど、流行ってんのかな。なんだ。お、なんかなんかあった気がするな。そうですよね。わあ、あ、そっか、ペナス1キーのやつだ。はい、見ててください。マジだよ。
クワレン。ラクトモナかな。あ、違う。あ、ギリギリ耐えられる。ギリギリの数。ギリギリ攻めたくてから耐えるでしょ。マジか。マジか。ケラを使いたいよね。はい、ちょっと入れまーす。で、ケラを入れまーす。ここかけた、あった。で、あ、カメマジでいった。あったかおってくれた。確認。ダークポケモンか。水の波動。あー、全然耐えた。耐えるんかい。いやー、ちょっと耐えないよくなったな。めっちゃ耐えて。ダークポケモン。うまい。いや、いいんだけど。あ、あー、まあまあまあ、いいや。え、これさ、ガーディングのまま。まあ、いいです、大丈夫です。H が来た。クワルンを落として、デンジーを乗っかかりよったんで、ちょっと削っておきましょう。あ、ワンパン。あ、これで終わりか。どうだろうなぁ。さあ、これ。捕まるかな。じゃあ赤の引き出しを、はい、あ、ちょっと投げたり落ちるって言うんだよな。そしたら、ハイパーボール投げちゃいます。崩されるもんなんだよ。わあ、コムの感がすごい。でももうそろそろさ、なんかいるけど、なんかもうそろそろあそこ入ったらもう終わっちゃう。ゴールの気がするけど、どっちなんだろう。あ、入り口。あ、なるほど。はい、やったー。ダークでもいなかった。はい、本当だよ。入り口。あ、入り口か。ここから入れんの。じゃあ
じゃあ今回ここまでにしようか。あそこ入っちゃうとちょっとだいぶきついので、時間的にもね。ということで、今回以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。